吉田さん、なんか昔、プレイボーイっていうね言葉がありましたよね、まあ。いろんな女の子と同時に付き合っちゃうみたいな感じですけども、うん、えそれって結構大変なんですよね、えー。例えばこっちの女の子と会う時間、こっちの女の子と会う時間。で、分散するわけですよ。で、しかも重なっちゃいけないわけですよ。これってビジネスのなんかね、サポートに似てて、同時にたくさんの人のサポートってできないから、どうしてもサポート時間をこうやって区切っていくようになるじゃないですか。で、確かにね、 中心にいるのが自分一人なんで恋愛にしてもビジネスにしても磨かれていくと思うんですよ。でも1対1の関係を複数やってるわけですからその相手に与えるこの濃さっていうのはどうしても分散しちゃうんですよね。まあ、そうなると一人の人とずっと付き合っていった方がまあより濃くなるしいろんな問題を一人と1対1でね関わり合っていくんでなんか結構いい関係になるんじゃないかなと思うんですよ。うん、かそういうふうに例えることもできるかなと。 たくさんの人をサポートしようと思うと、それこそね、自分一人ではできないから、サポートセンターとか FAQ っていうページを設けたりとかして、間接的になりがちなんだろうなと思いますし、中にはゴーストライターを使っているような、ね、人もいるみたいなんで、なんかね、まか不思議ですよね。まあでも、吉田さんの話ね、多くの人に影響力を持ちたいと。さすがに多くの人っていうのが何人を指すのかわかりませんけども、まあ、せいぜいね、私たちが頑張ってやっても100人ぐらいでしょうね。 で同じようにね、あの、私が関わったね、麻雀の桜井翔一会長の、ジャンキ会っていうのがあるんですけども、あの、桜井会長もね、大体100人ぐらいだなって言ってましたね、面倒見れるのは。要するに、ジャンキ会を広げていこうっていうふうには考えなかったらしいんですよ。ただ、雑誌の取材とかに答えて、影響力はものすごく幅広く、何十万人とかに対してあるわけですけども、まあでも、自分が直接、弟子と思って面倒見るのは、まあ、せいぜい100人かなって。麻雀牌って ワンセット枚あるんですよだからマージャン牌と同じ数ぐらいはまあ渋田の道場なの広げてもいいかなっていうとこだったと思うんですよで私もまあ広島でね同好会勉強会を持たせてもらったっていう感じなんですけども、うん、だからまあせいぜい100人ぐらいなのかなと思いますよね考えてみたらどんなにでかい組織に至って1万人2万人の大会社に至って直接関わって仕事してるメンバーっていうのはせいぜいね2三3 0人とか多くて100人ってとこでしょうね だから数を売るのも結局はインパクトだけであって実際に抱えていける人数っていうのは知れてるんでそう考えていくとねアクセスがせいぜい50とか100あれば十分自分一人飯食っていけるだけのマーケットを持っているってことなんでしょう。なんかプロダクトロンチの創始者誰だったか忘れましたけどもなんか17人のリストから700万を売ったみたいなところがプロダクトロンチのスタートだったらしいですからね。 そう考えていくと、うん、単価ってまだまだ価値を高めれば上げていけるってことなんですよね、きっとね。その代わり、単価にふさわしいサービスや、それからサポートっていうのは、絶対必要でしょうけどね。はい、じゃあ、こんなところですか。また次回、よろしくお願いします。